こんにちは、イルカです。キャンピングシェルにひび割れが入りまして、前の動画であげたんですけれども、それから約1ヶ月が経ちました。一体なんでこうなったのか、今後どうしていくのか、たくさんコメントもいただきましたし、自分でもいろいろ考えました。そういったことをまとめて原因と対策についてはっきりさせておきたいと思います。よろしかったらお付き合いください。この間本当にたくさんコメントをいただいたり、実際にお話を伺ったりしてですね、たくさんの方から本当に役に立つことをいろいろ教えていただいたと思います。貴重なお時間を割いていただいて、本当に真剣に考えていただいたこと感謝しております。私が全然考えを及ばなかったこともたくさんありましたし、本当に勉強になりました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。さて、まずひび割れの原因なんですけれども、多くの方々からたくさんのコメントをいただいているのは、やはり塩ビ板の低温による収縮ですね。コメントいただいた順にお名前をテロップで表示させていただきますが、46名の方々が言及されています。ひび割れが入ったのは昨年の12月初め頃でした。その頃毎日霜が降りるような寒い日が続きました。今年は暖冬でですね、そういう日はあんまりないんですけれども、ひび割れ発見した日はね、最低気温0度ぐらいで非常に寒かった日やと思います。その寒さで塩ビ板が縮んで引っ張られる力が働いて裂けてしまったということです。これについてはまあこれだけは多くの方々が言及されていますので、もう間違いなく一番大きな原因やと思います。それからその次に多くコメントいただいているのは、窓の開口部ですね。この開口部の四隅が鋭い直角になっているということです。この角度が非常に鋭いので、引き裂かれやすい状態になっていたのではないかということです。これは右窓の左下の入り墨ですが、この頂点からひび割れが始まっているように見えます。サッシを固定する穴がありますが、それとひび割れは関係ないようです。これ右下の角ですが、この穴にネジを打ち込んだ時に、そのすぐ右上の開口部の角の頂点から音もなく亀裂が走りました。この場合もそばにあるネジ穴に亀裂は入っていません。むしろネジ穴を避けるように亀裂が曲がりながら走りました。ネジを打ったことでネジの頭がめり込んで塩ビ板が変形して亀裂ができるきっかけになりましたが、その亀裂はネジ穴から始まったわけではないんです。すぐ上の入り墨の頂点からなんです。この入り墨の頂点ですね、この頂点がいかんのです。このことは私は全く考えていなかったことでした。飛行機とかですね、船の窓の四隅がちょっと丸く加工されていたり、あるいはもう極端な場合円形の窓になっていたりするのは、そこの隅からですね、ひび割れが発生しないようにということで鉄則になっているようです。例えばこれお菓子鍵の種ですけどね、この袋の端っこギザギザになってますよね。でこういうギザギザになってるのは入り墨になっていて、そこからシュッと簡単に、裂けるわけです、袋が。ところがですね、これ例えばこうまっすぐにハサミで切って、でこれを破ろうとでもなかなか破れ、こっちのギザギザのやつやったら簡単に破れると。全然こっちは力全然いらんけども、まっすぐやそういう墨がなかったらものすごく力いるということです。逆に言うと鋭い墨があったら簡単に裂けるということですね。このギザギザのところが入り墨になっていて、応力が集中するということです。なるほどと思いました。塩ビ板に入り墨を作って引き裂くと、このように簡単に引き裂けます。ほとんど何の抵抗もなく引き裂けますね。ところが入り墨の部分に R をつけると少しは引き裂けにくくなります。それは傷やったら裂けますけど、何の抵抗もないほどでもないし、マシにはなる感じです。
もうちょっと詳しく調べるためにこのようなテストピースを作りました。これを引っ張ってどのぐらい丈夫か比較してみました。感覚的なことしか分かりませんが、鋭い角度のものは簡単に破壊しました。小さく R をつけたものは引っ掛ける金具の穴が広がってもまだ破壊しなかったので少しマシでした。それでも部分的に伸びているのでもうあと少しで破壊するところでした。大きく R 加工したものは引っ掛ける金具の方が完全に広がって金具が取れてしまいました。このことから開口部に素材の隅があればできるだけ緩やかな円形加工をする、まあ究極はまん丸の窓ですが、そうもいかないのでできるだけ半径の大きい R 加工をするのが良いことが分かります。窓の下の方の入り隅はこのように目地を入れてなくしましたが、上の方は異常はありませんが入り隅が残ったままなので今後ひび割れが心配です。それで応急処置ですが、このようにドリルの先に砥石をつけて鋭い角を鳴らして R 加工しました。あとはバンクの付け根の部分にも入り隅があります。この部分も今のところ全く異常はないのですが、心配なのでアングルを外して同じように R 加工しました。それからこれ後ろの方ですね、後ろのドアのこの開口部ですね、それもここに入り隅があったわけですね。この上、それとこの下、ここにも入り隅があったんですが、これも目地で、上の方も目地で入り隅をなくしました。これはここにも目地を入れてこれが反るのを防いだというところですね。とにかく入り隅はもう全部こうやってなくしました。それから次にご指摘が多かったのは塩ビ板の紫外線による劣化です。まあ、今みたいに冬場は太陽の高度が低いのでそれほど紫外線は強くないしね、さほど問題にはならないんですけれども、これから季節が進んで春先から初夏にかけてはどんどんと紫外線の量が増えていきます。これね、タッパーウェア、タッパー、まあ、ポリプロピレンでしょうね。これ外に置いてあってちょっと汚れてますけど、これ何ポロポロ、こういうふうに紫外線の影響でバラバラになります。もう粉になりますね、粉々に。それから洗濯バサミでもね、これパキパキに折るよんな。これもう古い洗濯バサミやったらここのとこ握っただけで折れると、こういうことになりますね。紫外線の影響です。塩ビ板もそういう紫外線の影響を非常に受けやすい素材であるということです。まあ、それで何らかの対策が必要なんですけれども、一番手軽なのは塗装だと思いますね。ターナーの UV カットクリアという塗料、こんなあるんですけど、どうですかね、どなたかお使いになったことあるでしょうか。また教えていただきたいんですけれども、そもそもこの塩ビ板というのは塗料は割と乗りにくいので、果たしてこの水性塗料がうまく乗ってくれるのか、あるいは濡れてもねすぐペラペラに剥がれてくるんではないか、その辺も心配なんですけれども、まあ一度部分的にでもその屋根の上にでも塗ってみたいかなと思います。それから塩ビ板の低温による税化も、税化って脆くなることですね、税化も心配なんです。それちょっと心配だったんで冷蔵庫の中に塩ビ板を入れて実験をしました。ちょっとご覧ください。今室内は普通の気温24度ぐらいですが、これは外装と同じ1ミリ厚の塩ビ板ですが、これを曲げてみます。するとまあこういう温度では非常に粘り強く割れたりすることはまずありません。次に冷蔵庫に15分ほど入れていたものですが、まあ4度とか5度とか冬場の気温ぐらいですけれども、これも変わらないですね、なんぼでも曲がると。
さらにこれは同じ塩ビバンをマイナス18度の冷凍室から出してすぐに曲げますが、さすがにこれはパチンと割れると思ってたんですが、曲がりますね。もう一枚やりますが、やっぱり曲がります。低温環境でも曲げなどの変形にはある程度耐えるようです。この実験で分かったんですけども、低温環境下での変形に対しては塩ビバンというのはある程度耐えるようですね。脆くなるっていうのはマイナス25度以下ということですので、よほどの低温環境ですね。まあこの辺の気温であればそれほど心配するほどでもないと。冬場でもですね、ネジの頭がめり込んだりですね、なんか小石でまたって多少変形したとしてもそれほど簡単に割れるほどではないと思います。しかしさすがに全体が縮むと非常に強い引っ張りの力が働いてしまうので、これはさすがに避けてしまうかもしれません。まあ、引っ張りの力に対してはどうしようもないですね。しかし今回の亀裂発生は塩ビバンが脆くなるほどの低温ではなかったので、まあはっきり言って低温脆化とはあまり関係ないと思います。もっと極端な場合ですね、冬場に山とかスキー場とかあるいは北国みたいに気温が氷点下20度とかそういうもうものすごい寒いところに行った場合に塩ビバンが脆くなるということはあると思いますし、そういうところではちょっと走っただけでマスクメロンみたいにいっぱいひびが簡単に入ってしまうということもあるかもしれません。まあどないなるかそんなやったことないんで分かりませんけれども、まあ少なくとも0度ぐらいの温度では低温脆化によるひび割れっていうのはまずないと思います。まあ0度ぐらいなら低温脆化はそれほど問題ではないと思います。その他にもいろいろなご意見をいただきました。本当に真剣に考えていただいて、示唆に富んだ教えられることの多いコメントをたくさんいただきまして、本当に参考になりました。貴重なお時間を割いていただいた皆さん、本当にありがとうございました。建築構造の専門家でいらっしゃる近藤勝義さんにはコメントもいただいておりますが、直接お話しする機会もありまして、実際にこのキャンピングシェルを見ていただいて、どのような力がかかってどのように変形してどこが壊れやすいか、実際にですねこういうふうに図に書いて説明してもらいました。まあ例えばね、この図ですけれども、走行の風圧がここにもバンク部分にかかるとこういうふうに変形して、まあ、ここの隅とここの隅が角度が広がってですね、こういうふうに亀裂が入る可能性があるんじゃないかと。そしたらですね、こう高速とか走るときは全体にここに鳥居ありますけれど、鳥居から後ろにロープかけて全体に、後ろに行かんようにロープかけるのがいいかと思いますね。まあ後ろの煽りとかも外してるんで、特に高速ではロープはかけるべきやと思います。あるいはこの図のようにさっきと逆ですけれども、凸凹道なんか走った場合、このバンクの荷重によってこう G がかかりますんで、この開口部にはこういう向きに力がかかってここの角とここの角が広がってですね、こうひびが入る可能性があると。まあそしたらここにキャビンがあるんですけども、トラックのキャビンがここにあるんですけれども、ここにキャリアかなんかで窓枠のところに、支えるものを何かこのバンクを支えるものを取り付けたらいいんじゃないかと思います。その他にも各面のこの変形のシミュレーションですね、そして、具体的な破損箇所の予想をしてもらいました。まあ、壊れるとしたらこの辺危ないんちゃうかとか、まあそういったお話ですね。実際にこれ実物をご覧になったんで、プロの目による貴重なご意見伺えたと思います。まあお話しする時間数分間しかなかったのですけれども、最後に強調されていたことというのはあるものを使うということですね。
どういうことか言うと、まあその辺に身近にあるものを使って何とか工夫してええもんを作ろうという、そういう発想が大切やと。まあつまり逆にその辺にあんまりないような特殊なもんはないもんはもうそんなあんまり使わん方がええという、ないもんを欲しがる前にあるもん使えと、そういうことです。まあね、確かにその通りやと思います。それが一つと、あと昭和の高度経済成長というのは何で支えられてきたかというと、失敗を繰り返すこと。逆に言えば失敗しなかったら成長はなかった。まあまさに失敗というのは成功のもとになるということで、私もね、まあ失敗しよう思ってやってるわけじゃないんですけど、まあ自慢やないけど失敗ばっかりしてます。成功するより失敗する方がはるかに多い。まあそれでも言い訳みたいになりますが、あの村上春樹さん的に言うならば、失敗したくなければ靴箱の中で暮らせばいいということです。なんかワクワクするような冒険的なことをやろうと思ったら、それはもう失敗覚悟、失敗ありきでやっていかなあかんのかなと思っています。短い時間でしたけども、近藤さんには実感のこもったお話ししていただいて本当に楽しかったです。どうもありがとうございました。今回の亀裂の主な原因は低温による塩ビ板の収縮と開口部の入り墨、開口部のこの入り墨の鋭い90度の角度による応力集中、まあその2つが最大の原因やと思いますが、今後のことも考えると、今回いただいた、コメントでいただいたですね、全ての原因は複合的に働いてくるものと思いますので、注意しながら見ていきたいと思います。そしてまた新たな亀裂など不具合が生じた時は、ありのまま正直に問題点をレポートして、また皆さんのお知恵を借りながらなんとか乗り越えていきたいと思います。自分一人の力ではなかなかここまでの原因の究明というのはできなかったと思います。解決に向けてのアイデアもなかなか浮かばなかったと思います。何よりまあ意気消沈してやる気をなくしていたと思います。さて次に対策の方法についてもたくさんのコメントいただきましたのでご紹介いたします。一番多かったのは外装の材料としてアルミの複合板、アルポリックというそうですけれども、これを用いてはどうかということです。アルポリック、まあ一般の看板とかですね、あるいは箱車、荷台に箱を積んだトラックですね、そういうものの外装はアルポリックという材料で作られているものもあるそうです。まあ、予算的に可能であれば、非常に理想的な素材だと思うんですけれども、私にとってはちょっと高価な素材かなと思います。もちろん一度作ってしまえばそれこそ何十年も持つだろうし、結局は安くつくのかもしれません。非常に魅力的な素材であると思います。あとモズモズ 7Y さんによれば、サブロック 182cm×91cm で2000円ぐらいの廉価版のものもあるそうですので、これから作ろうと お考えの方は検討されても良い素材かもしれません。次に目地を入れるという方法です。開口部の入り墨をなくすためにその部分をカットして、まあ外側ですけどね、そこに変性シリコンで目地を入れるということです。私もこの方法を実際にやりました。しかしこの方法については面の強度不足になるという否定的なご意見もいただいておりまして、まあそれ実際にどうなのか、このように軽トラに積みまして運転もしてみて、いろんなとこ走って車中泊もしてみてですね、実際の運用の中で、よく観察して検証していきたいと思います。そして塩ビ板をこのまま使うのであれば、紫外線劣化の対策として少なくとも塗装をしなければいけないのではないかというご意見もたくさんいただきました。まあ、ともかくこのままの状態では数年で紫外線の劣化が進んで、さっき見てもらった洗濯バサミとかそのタッパーウェアみたいにボロボロになってしまうのではないかということです。まあ、確かにそれほど長持ちしそうにないと思います。春先までにこう少なくとも屋根などを塗装したいと思います。そして開口部のこの補強ということなんですけども、こうやって
2x4 を横に入れて補強したんですけれども、これよりもですね、もし最初から作る場合はですね、この壁の中に、上から下まで真柱を入れて補強するというのが正解だと思います。まあ今現在も後ろの開口部の上から下まではその壁の中に真柱が入っているんですけれども、この窓の部分はもう枠しか、角材が入ってないので、本当だったら上から下まで、真柱を入れるべきだったということです。そして開口部のこの四隅は鋭い直角にするんじゃなくて、できるだけ半径の大きい R 加工をする必要があるということです。まあこれ手間はかかるとは思うんですが、強度は絶対に増すということで、これはもう実感として分かりました。さらに外装の素材としていろいろなご提案いただいて、ベニヤですとかポリカ、トタン板、FRP など、まあたくさんの素材の例を挙げていただきました。さらにいろいろな対策の方法についてもご提案いただきました。それからまた非常に勇気づけていただけるようなたくさんの励ましのお言葉もいただきました。これらを読ませていただいて、ともかくこのままでは終われないし、気を取り直してなんぼでも修理してまた使っていこうやないかと、なんとか頑張って改良して実用に耐えるものにしていこうと、そういうふうに考えることができました。実際にどういうふうに計画しているかというと、ともかく1年はこの状態で補修をして、なんとか夏までは持たせてみる、まあ、どれだけ補修しなければならないか分かりませんが、イッチーさんの言葉を借りればマスクメロン仕様、つまり継ぎはぎだらけですね。もう究極はそうなっても構わんし、夏まで補修に補修を重ねたとしても基本的にはこのままで使い続けて、時間の許す限り車中泊やってみて、いろんなとこ行ってみて、その上でまあ8月のお盆の頃がちょうど1年ですので、その時に損傷の程度を見てみて、損傷が少なければこのままちまちま補修を続けて使っていくと。だけどある程度大きな損傷やったら、もう外装全体をまあ上からポリカ全部貼るとかですね、そういう大規模な補修になると思います。まあ、さらに致命的な損傷があれば、まあちょっと危険やと、このまま使うのは危険やというような致命的な損傷になればですね、まあこれあんまり想像したくないですけれども、一から作り直すということになると思います。まあ今度作り直すとすれば、私は安い早いうまいをモットーにしておりますので、多分外装も内装と同じようにベニヤにすると思います。それがまあ一番安い、塩ビ板より安い、これ 2.5 ミリ内装のやつ500円ちょっとぐらいだったと思います。まあ、あるもんを工夫して使うということですね。ベニヤとベニヤでスタイロフォームを挟むというスタイロサンドイッチ工法、実はそれが一番無難ではないかと思いますね。あの壁は塗装したら防水はもうそれでいいと思いますが、ただ屋根はポリカとか、それからトタンとか、まあそういうものをさらに上から貼るのがいいと思います。それと一番底の面ですね、底面もベニヤの上から何かプラスチックかなんか貼ればいいかと思います。今のところの方針というのはそんなところです。スタイロサンドイッチ工法についてはこのままずっとこだわって続けていく、しかし外装の素材についてはいろいろ検討する必要があるということが分かりました。いずれにしろ夏まではいろんなデータを集める期間にしようと思います。またその間にいろんな問題や欠陥が発生しそうですね。しかしまあそうなった時も正直に正確にありのままをレポートしたいと思います。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今回の問題の発生につきましては視聴者の皆さんに大変助けられました。もしも YouTube も何もしてなくて皆さんのコメントも読む機会が なかったらですね、まあ去年ね12月日々入ってるのを見て、なんじゃこりゃ言って叩き潰してたかもしれません。それほど亀裂が入った時はショッ
ックでもうなんていうの、頭真っ白っていうか想定外で頭抱え込んでしまいましたね。まあ、しかし、コミュニティタブで報告して、皆さんたくさんコメントいただきましてね、ちょっと待って、そんな簡単に壊したらあかんやないかと思い直しました。イッチーさんのマスクメロン仕様でやないかというコメントは大きかったです。補修を繰り返すことになったとしても、なんとか長く使えるもんに仕上げていこうと思います。そういうことですので、今後もどうか見捨てずにお付き合いいただければ大変ありがたいと思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。